東洋線協会聖書学院は東洋線協会の所有で主に日本ホーリネス協会の教職要請のために戦前に東京府と与多摩郡淀橋町市長にあった進学教育機関である。文献では聖書学院と言われることが多い。ごく稀に東京聖書学院とも言われたが日本ホーリネス教団の東京聖書学院とは別組織である。通称では 柏木聖書学院と言われたこともあった。初代委員長、笹尾哲三郎1902年頃の聖書学校の教師家族と収容生1902年8月、巡回伝道の際に広崎教会の前に集合した中田茂春と収容生らによる福音音楽隊。1901年4月1日に中田茂春とチャールズカウマンが、 神田神保町の中央福音伝道館内に聖書学校を創設する。最初の校長は中田茂春であった。最初の生徒は栗原春吉、野村余一、伊中昭一、鈴鹿昭一、奥田常三郎、佐治留であった。5月に松江より奥田の友人、米田豊が入学した。7月にバックストンの弟子であった笹尾哲三郎が淡路島から来て、 後に、初代委員長になった。10月には、三谷種吉が松江を引き上げて、上京して、聖書学校で音楽を教えた。修養生は、勉学だけではなく、熱心に伝道した。1902年には三谷が、修養生で、福音音楽隊を組織して、東京で伝道した。また、チャールズ・カウマンが、福音伝道隊を組織して、5月6月には、東北、 北海道を伝道した。8月に、広崎で伝道した時には、中田の親戚で、後の日本メソジスト教会監督、安倍義宗が改心した。1902年6月には、アーネスト・キルボルンが加わったが、三谷は1902年末で教師を辞めて、日本組合キリスト教会の牧師になった。しかし、三谷は1903年11月には再び、参加して、 聖書学校で聖書と音楽を教えた。1903年6月には、エール大学出身の武田小牧吉が来て、9月1日より、組織進学を教えた。この頃修養生は、日曜日と月曜日を除く、午前9時から12時まで勉強した。旧約聖書と、新約聖書と組織進学の代わりに、ウェスレーのキリスト社の完全で学んだ。1903年に、 淡路町に移転した中央福音伝道館1月28日に淡路町に大きな西洋館を購入して婦人社兼伝道館にした。神保町の中央福音伝道館は男子宿舎兼聖書学校になった。神保町の聖書学校と淡路町の女子宿舎が狭すぎるようになったので中田重春とカウマンたちは新宿に見分に行き、 東京府と与多摩郡淀橋町柏木に3000坪の土地を購入して、1904年5月に聖書学院の建設を炎の下に発表した。10月31日に柏木の新校舎に移転して、聖書学院と名称を変えて、東洋選挙会制聖書学院との看板を掲げた。また、柏木にあるために、柏木聖書学院とも呼ばれることになる。この時、 秋山義五郎が教師に加わった。1905年11月東洋選挙会という名称が公式に決められ、カウマン夫妻、アーネスト・キルボルン、中田茂春笹尾哲三郎が幹部に就任すると、笹尾哲三郎が聖書学院委員長を担当することになった。1913年4月、笹尾哲三郎が事実上、聖書学院を退き、 フリーの巡回伝道者になる。1914年5月14日に、笹尾は、聖書学院院長を正式に辞任して、アーネスト・キルボルンが、第2代目の院長に就任した。1917年には、東洋日本ホーリネス協会が創設され、中田茂春新監督が、院長に就任する。車田修司山崎帝、おさむ、酒井勝次郎、野辺寺天馬らが教授になり、 ウイリョウが、婦人法務社会に就任する。以降、日本ホーリネス協会の教職を多数輩出した。1924年にホーリネス派は、聖書学院にて、聖書大会を開催し、高等批評に対して、聖書信仰を主張した。1932年頃の柏木聖書、学院聖書学院の後教授1933年、ホーリネス分裂事件が発生する。 安倍義宗、渡辺善太などの仲介により、1936年に、ついに、中田重春側と、委員側には協協定が成立して、和協分離する。聖書学院は、本来、東洋選協会の所有であるが、中田の監督の長年の功績のゆえに、委員側の日本政協会の領海のもとに、中田監督の清め協会の所有になる。聖書学院のご教授が去った後、 中田側では聖書学院の体制を整えた。委員側は練馬区諸町に聖書人学校塾を開校した。1945年米軍の空襲により聖書学院とヨドバシ協会は消失した。ありがとうございます。